はいおはようございます、えー。今日は5月21日水曜日ですね。僕が気になった AI ニュースをピックアップして共有していきます。えー、今日のニュースは12個あります。はいこれでも僕が厳選して気になったものをピックアップしただけなんで、本当はもっとあるんですよ。本当はもっとあるんですけど、えっ、ー、と今回は12個、僕が気になったものを紹介させてもらいます。でいつもあのやってる 最後にね、コメント紹介させてもらってるんですけど、今回はちょっとお休みをさせていただきます、申し訳ないです。はいで、今回のニュース、本当にめちゃくちゃあるんで、あの僕の情報だけだと絶対足りないので、どこかで保管していただきたいのと、あとは、あの公式がですね、今回のイベント発表内容を n ノートブック l m にまとめましたよっていうのを作ってくれてるんですよ。まあ、なので これを見てもらうのがあのいいと思います。単純に情報を取るだけだったら、あのこのノートブック LM から取っ,あの取ってもらえればなと思います。これ公式が作ってくれてるやつなんで、あの共有してくれてるんですよ、リンクを。はい。なので、これをぜひ見てください。一番上にこれ、骨印で乗っけてるんで、はい。っていう感じで、あの、スタートしていきますね。はい。 いや、ほんとね、やばいです。全部グルグルなんですけど、全部やばいっす。はい。まあ、ちょっと時間があるの、あのね、迫ってるので、ちょっとやっていきますね。まず一つ目は、えっ、ー、とね、もうちょっとこの流れでノートブック LM から行くんですけど、あの、ビデオ概要が登場しますって、でも公式に発表されました。来ましたね。でね、結構クオリティ高そうなんですよ。これもそうっぽいですし、 あとはなんか他のものを見ても PDF の,の図解とか画像とかをそのまま使ってるっぽいのもあったりしたんでこれ結構楽しみっすねはいで PDF とか写真のソースから短いビデオ概要を作成できるようになりますとでまだ英語版らしいんですよ まだ英語版らしいんですけど、順次日本語対応とか他の言語にも対応していきますっていう発表なんで、まあもうちょっと先になれば使えるようになるってことですね。いや、来ましたね。来ました。これ楽しみっすね。はい。では、どんどんいきますね。どんどん行きます。で、また次もノートブック l m なんですけど、この音声要約、あの音声概要が、えっ、ー、と、長い、長い短いデフォルト、 5分、10分、20分っていう長さを選べるようになるっぽいですね。で、これもしかしたら、あの、プラスユーザーだけかもしれないですね。ここいじれるのが。これちょっとね、わかんないんですけど、可能性高そうだなぁと、個人的には思ってますね。あの、チャットのところで、チャットだったかな、スタジオだったかな、あの、 設定できるじゃないですか。口調とかデフォルトとか眺めとか。多分あれだと思うんで、おそらくプラスユーザーだけになっちゃうんじゃないかなと、はい、思ってます。まあ、この辺はね、ちょっとまだ分かんないですけどね。発表を待たなきゃいけないなっていうところですね。はい。で、3つ目。3つ目、これ来ましたね。ジェミニ2.5 Pro ィープシンク新しいモデルです。これやばいっすね。来ましたね。 はい、であのまだ全部のベンチマーク僕確認できてないんですけど今この Google の発表で出されたこの画像だけで言うと O3 よりも高いんですよはるかにはるかに O3 よりも高いんですよこれやばいっすねまあここは若干僅差ですけどコード生成とかに至ってはね10%近く差ついてるしこれは何だろうな ちょっとわかんないんですけど、やばいモデルが来ましたよと。はい。で、これがですね、えっ、ー、と、4つ目の,あのニュースにも入るんですけど、こサブスクプランが新しいのが出てきたんですね。で、あの、ジェミニ AI ウルトラっていう、まあ、最上位プランが登場しました。で、これが、まあ、大体200、約250ドルなんですよ。だから、日本円でいうと、3万、 5 6千円になるのかなっていう最上位プランで使えるのがこの2.5プロディープシンクなんですよ <laughs> 来ましたねいや使ってみたいけどたっけえなって <laughs> はいあのジェミニウルトラに関してはモデルじゃなくてあのサブスクプランとして出てきましたよとでもうねチャット GPTOpenAI オオの O3 を超えるディープシンクモデル が、登場と。はい。いやー。まあ、そうなるよなとは思いましたけど、あの、オープン AI の、あその、チャット GPT のプロプランよりも高いんですよ。この Google さんの、このウルトラプランは。ちょっときついよなちょっときついっすね。さすがに。さすがにきつい。はい。まあまあまあ、でも、 どこかで使ってみたいなとは個人的には思うのとあとはえっ、ー、ともうアメリカでは今日から使えるようになってるっぽくてで日本を含む、まあ、他国でも順次展開しますよとで最初の3ヶ月間50オフ得点ありらしいんですよね最初,の最初の3か月間まあなんでちょっと1か月だけ行ってみるかっていうのもちょっと考えてますはい これは気になる。単純に気になるんで、まあ、ちょっと、かなっていう。ただ僕、あの、Google Workspace ユーザーなんで、この辺がどう適用されるのかがわかんないんすよね。だから二重で課金しなきゃいけなくなる可能性もあるんですけど、まあちょっとこの辺はあの検討したいなと思います。はい。焦らずに検討したいと思います。はい。で、えっと、5つ目。 5つ目のニュースは、ジェミニ2.5フラッシュが、えー、更新されました。っていう、まあ、ちょっとね、このモデルの話を続けるんですけど、で、今はもう、GoogleAI スタジオで新しいモデルの方がね、使えるんですよ。で、これがあのカットオフ、どこまで学習してますよっていうのが、えー、更新されて、5月20日、な昨日ですね、昨日の日付のところで、えー、バージョンアップしましたよと。で、若干ね、性能も上がってるらしいんですよね。 はいまあ、もちろんその新しく、ね、更新するってことはそういうことだと思うんですけど結構レベルが上がってるっぽいんで、まあ、この辺もちょっと自分で触ってみて使用感を確認したいなと思っておりますはいで6個目まだ6個なんですよねこれで半分なんですよはいまたあのこれも新しい拡散モデルなんですけどジェミー・ディフュージョンっていう拡散モデルっていうのが えっとちょっと前に「マーキュリー」だったかなっていうので出たんですけどこれどういうことかっていうとあ全画面できないあの普通のチャット GPT とかジェミニとかって出力するときにこう縦に順番にバーって上から下に文字が出力されるじゃないですか。 で拡散モデルってもうランダムにパチ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 ってこうランダムにあのテキストが生成されてで最終的に完成形になるんですよ。これちょっとこの画像動画をね後で見てほしいんですけどバーってバラバラにあのランダムにテキ,ステキスト生成とかコードを書いてで最後に完成形に収まるよっていう形なんですね。でこれの方が出力が圧倒的に速いんですよ。圧倒的に速いんですね。 っていいうモデルを出ししたらしいです、はい、で今現状、ジェミニの最速モデルとして、ジェミニフラッシュライトっていうのなんですね。もうこれ速さだけに特化したもので、まあ性能がめちゃめちゃ低いわけじゃないけど、まあ一応速さ特化のモデルなんですけど、それと比較しても5倍速いんで、めっちゃ速いんですよ。マジで速いです、こいつは。これやばいっすね。これはね、結構ね、僕はやばいと思ってます。はい。 あとは裏側の,そのモデルの性能がどうかっていうのはやっぱり気になりますよただ速いだけでそのトンチンカンなことを出力してくるようだったらやっぱ困っちゃうわけなんですけどで裏側のモデルもそこそこレベル高いですよでさらにこのスピードってなったらちょっとねいろいろ話変わってくるなと個人的には思ってますね。 はい、これがいつから使えるかどうやって使えるかがちょっとねあのまだリサーチが出来上がってないんで、はい、ちょっとここは調べたいなと思っております。はい、で7つ目7つ目は、えっと、ジェミニアプリのアップデートですね。エージェントモードっていうのが追加されるらしくてでウェブブラウザを使って検索はもちろんなんですけど MCP 統合っていうのが、ね、入ってるんですよ。 で、その他パーソナライズ機能が搭載されてっていうのであの、まあ、自分のパーソナル情報を使って好みを検索するっていう機能がアップデートされてたりとかお店を探して予約まで行くとかそういう形のエージェント的な働きをジェミニアプリ上ででできるらしいですね。はい、MCP 連携ができるんで、まあ、おそらく Google ドライブから情報を引っ張ってくるとかも全部結合してっていう形なんだと思うんですよ。 はい、であと、ここではちょっと、ね、拾ってないんですけど、あのジェミニから G メールを送るとかあのそ、その返信文をあのもう作っちゃうとか、予約しちゃうとかっていうのもできるっぽいんですよね。はい、まだあのリリースはされないらしいんですけど、っていうのも含めた、もうもろもろのエージェント機能っていうことらしいです、はい。ちょっとここはね、まだ拾いきれてないんですけど、もうちょっと見てみたいなと思ってます。はい で8個目、8個目もジェミニアプリの話で、キャンバス機能が更新されたらしいですね。まあ、更新されるんですね。で、チャットに作成ボタンっていうのが表示されるようになるらしくって、で、これっていうのが、あのディープリサーチのレポートをカスタムウェブページ、まあもまたはそのポッドキャスト、音声概要ですね。今まではただの音声読み上げだったんですけど、これがポッドキャスト するらしいです、ね、あのノートブック LM の音声概要みたいな感じでであとはなんかインタラクティブクイズに変換することができますとなのでディープリサーチどう扱えばいいか問題あったじゃないですか結構僕も悩んでるしそういうコメントもたくさん頂い,いてたんですけどこのキャンバス上でいろいろいじってでそこで処理ができる可能性が出てきますねこれは結構熱いかなと思ってますねはい これはちょっと拾わずにはいられませんでした。はい。っていうアップデートが控えてますということですね。はい。で、えー、っと、9つ目 <laughs>、たくさんあるわ。9つ目は、えー、っと、フローっていう AI 映画制作ツールらしいですね。で、これ、あの、AI 動画生成ツールって言っている人もいれば、これは公式が言ってて、まあ、これは 公式のポストで、あの Google、によよる翻訳を使うと映画制作ツールらしいんですよでこれの裏側で動いてるのが、えっと、Bio3 っていう新しい動画生成モデルらしいんですね。今まで Bio2 だったのが今後 Bio3 になると。で、この Bio3 何がすごいかって。これ聞こえますまあ後で見てほしいんですけど。 動画と一緒に音声作れるんですよ。これ、これ画期的っていうか革命だと思います。これやばいっすね <laughs>。しかも、音のクオリティもタイミングもマジですごいっす。クオリティ高いっす。はい。っていうのが、裏側で動いている、えっと、動画生成ツール。まあ映画生成ツールっていうことですね。なんで、あの、セリフも入ったりするらしいんですよ。あと背景の BGM とか。 これやばいっすね。はい。まあ、これを僕がどこまで活用するかっていうのは別の話ですし、おそらくこれはまた別で課金しなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、こういうの待ってた人もいるんじゃないかなと思うんで、はい。すごいっすね。グー l e さん。<laughs> ほんとすごいです。っていうのが9つ目で、えっ、ー、と、10個目。10個目はジュールズ、Jules。 AI コーディングアシスタントエージェントの Jules 昨日もちょっとねベータ版がリリースされましたよっていうので紹介したんですけどこれが正式にリリースされましたでもうね使えますよもう使えますはいで GitHub と連携してとかっていうのもできるしあとね裏側でジェミニ2.5プロを標準搭載してるんですよこれ結構すごいと思うんですよねジェミニ2.5プロのその コーディングっていうかプログラミングコードを書く能力めちゃくちゃ高いっていう評価がすごい多いんですよあの X 界隈だと日本人の方でもそうやっぱそう言ってる方は多いしあのクロード3.7ソネットよりもいいじゃんって言ってる人も結構多いぐらいなんですよっていうのが裏側でついてるすでに標準搭載されてるっていうものになるんでこれはちょっとね触ってみたいなと思いますねその僕自身僕がこれからやろうとしてる あのポートフォリオのね、ポートフォリオサイトの制作プロジェクトでもちょっとせっかくなら使いながら絡めていきたいなって思っちゃう感じです。はい。まあこの辺は慎重にやっていきますけど、もうすでに使えるんで試したいなぁとは思ってます。はい。で、11個目。<laughs> 11個目です。はい。 でこれは Google 検索に AI モードっていうモードがあの搭載されるらしくってでもう今日からアメリカではもう全ユーザーに提供されるらしいですねもう完全にあの Google 検索そのものが変わるらしいです、はい、でもう、ね、そのな夏にはっていう形で書いてるんですけど今までの個人の検索履歴とか、まあ、その辺の,その傾向を 含めた上での追加機能だったりとかあとはその過去検索と GoogleGmail を連携させてで情報をこう連携させるみたいなこともやるみたいですねはいでもう今までは Google 検索に関しては、まあ、例えば AI ジェミニみたいな感じでこう区切ってたのがもう AI の話すみたいな感じで普通に私はこういうのを探してるんだけどみたいな自然言語で あの、google 検索ができるようになるっていうっぽいですね。いや、もう時代が変わりますね。この検索そのものが変わるっていうのは僕自身。まあやっぱりね。整体院経営しててまあ、それこそね。授業をやってるんでまあ、当たり前ですけど、直撃する話なんですよね。 だこの体験とかこの検索方法に合うような自分の情報発信とかまあ,あとはホームページの見つけられ方をしていかないとちょっと難しくなっていくなっていうのは感じておりますはいで最後12個目最後の12個目ですこれ結構ね僕自身はすごいなと思ってるんですけど Google Meet がほぼリアルタイム音声翻訳機能を導入します っていうはい、これ結構すごいと思うんですよ。まあ僕がね基本的には日本人の方としか GoogleMeet はやらないですけどただこれあの単純に技術としてすごいなって思うしじゃあ今後っていう話を、ね、考えた時にこのこれがもう GoogleMeet に標準搭載されるっていうのはめちゃめちゃすごいことだと思ってます。はい、これ結構でもね嬉しい人多いんじゃないですかね。 あのいいね数とかブックマーク数ね結構多いんですよ今まで紹介したこの12個の中でも結構トップクラスに多いんでやっぱ注目機能だと僕は思ってますで僕自身も注目機能だと思いますはいという感じの12個のニュースを <laughs> 紹介させていただきましたいやもうねやばいっすもうなんかねどれがあってちょっとね言いづらいですねただまあやっぱり やっぱりですね、ジェミニ2.5プロディープシンクは1回は触りたいんで、まあ、3ヶ月間半額っていうね、そのタイミングで1回ぐらいは触ろうかなと、はい、ちょっとは思っておりますが、高いっすね、3万5、6000勝、ちょっときついっすよね、はいまあ、この辺の意見とかもぜひ皆さんから聞きたいです。まあ、今回のこの,、ね、あのニュース、めちゃくちゃ長くなっちゃいましたけど、 あのわざわざ最後まで見なくていいのであのぜひこのノートブック LM であの情報を取ってくださいあくまでも僕が気になったものを僕の感想を交えてっていう形になるので、はい、という形であの以上になりますでは